どうも皆さん、こんにちは。うなチャンネルのうなぎです。本日、9月の1日なんですけど、8月31日の昨日にですね、僕は武器コレクションをいっぱい買ってきました。もうなんなら、箱ごと買ってきたので、ちょっと今日は全部、もうね、復刻版なんで何が出るかわかると思うんです。これ、全部開けていこうかなと思います。で、さっきね、100均で、今ないんですけど、ケースを買ってきたので、コレクションのケースの中に入れて、ちょっと飾っていこうかなって思います。よろしくお願いします。見えます?これ。わかるかな?わかるかな?この、若葉シューターとかさ。これこんな書いてある。あと、スプラシューターもあります。ブリちゃん、カメラだよ。カメラですよ。映ってるぞ、自分が。じゃあ、ほら。うわじゃあ、開封します。いきまーす。なんかすごい開け方しちゃった。中に何入ってんだ?あ、出た、スプラッシュルーター。と、スタンド。あとね、なんかラムネみたいな。なんか、これ食えってことか。非常食にして、俺の。せっかくなので、スプラッシューター開けていきますね。なんかもったいないよね、こういうの開けるのって。わかる?箱のまま取っときたいってのもあるけどさ。まあ、なんか、そのためにさ、わざわざ、その、開封前と開封用で2個買う人とかもいるらしいね。ちゃんと収集する人は。俺はね、開けちゃうんですよ。こうなんか開けたくなっちゃうんですよね。開けた。ごめんね、汚い開け方で。スプラシューター。ちっちゃい!ちっちゃい俺の指ぐらい。本当に親指ぐらいなんじゃないかな。ほら。親指よりちっちゃいかもしんない。ちっちゃいかわいい。せっかくなのでスタンドもね、開けていこう。なんかね、プラスチックみたいなのついてて。これを、多分経由するんだろうね。これがないと、このスタンドに立てられないっぽい。こうして、こうか。あ、ついたついた。で、飾れるようになるんじゃないか。あ、見て!ほら!スプラシューター。逆かな?これ逆だ。こっちだ。こっちだわ。あ、こっちだ、こっち。見て!スプラシューター完成しました。で、これを一個ずついろいろ出して飾っていきたいと思います。見て、できた。できたよ。ちょっと不安定だったから地面に置いたんですけど、できました。1,2,3,4,5,6,7,8個、全部。全部一応完成しました。まあ、せっかくなのでショーケースの中入れてみるか。やってみます。事件が起きました。結構大きめの買ったつもりが、入りません。4個しか入らなかった。もう1個買ってこなきゃね、完成できないので、せっかくだから買ってくるか。はい。買ってくるかなと思います。いい感じ。いい感じです。マジでいい感じ。あとはケースだけですね。いいね。本当にいいね。これどこに飾るかだな。猫ちゃんにガチャガチャされないとこがいいな。いいね。ん?やばい。やばい。ドラちゃん。ドラちゃんやばい。やばい。危ない。ちゃんと通ってるんだから。危険よ、これ。危ない。ああ、北斎。ドラちゃん、北斎が落ちた。はい。まあ、一応できたのでね。よしとしましょう。またケースは、後ほど買ってこようかなと、思います。まあ、一応完成しました。ということで、頑張ったので、高評価ください。お疲れ様です。